アイテム番号 SCP-312JP。 オブジェクトクラス、セーフ。特別収容プロトコル。 SCP-312JP はサイト8104のセキュリティロックのかけられた収容室にて GPS ロケーターを取り付けられ、不透明の布をかぶせられた状態で保管されます。また SCP-312JP は重量計の上に置かれ、外部から常に重さをチェックされることになっています。職員は基本的に SCP-312JP の収容室に入ることは禁止されています。万が一やむを得ない理由で収容室内に入る際は、SCP-312JP を視認しないように注意してください。なお、SCP-312JP の持つ危険性から、収容室内にはカメラなどの監視装置は一切備え付けられていません。説明、SCP-312JP はそれを観察した者の認識に変化を与える。軍隊の行進を模したおそらく未完成と思われる高さ2メートル。長さ8メートルで横幅が 0.5 メートルの板状の青銅製の彫刻です。SCP-312JP のいずれの部分にも、制作者の名前や題名などは記されていませんでした。SCP-312JP は神奈川県、市にある大、陸軍技術研究所跡地の、地下倉庫の施錠された部屋より1947年に発見されました。同時に SCP-312JP と関連が深いと思われる文書 312JP-A も、部屋の隅にあった段ボール箱より発見され回収されました。確保及び収容時、数名の職員が直接 SCP-312JP に暴露したことで精神汚染を受け、後日終了されました。SCP-312JP を肉眼、写真、映像を通して一度でも見たもの、以下、観察者、は、複数の段階を経て有害な精神汚染を受けます。初期段階では、観察者の認識に影響が現れます。観察者の目には、日本国籍を持たない人物がすべて射撃訓練用の、的、に見えるようになります。的、の形は概ね人型の木製の板であり、部位ごとにそれぞれ点数表示が書いてあるように見えるとされていますが、これには個人差があるとされています。すべてのケースで観察者は、的には頭部が30点で、胴体の中心部分は20点、胴体の他の部分には10点と書いてあるように見えると報告しました。観察者には、的が動き、喋っているように認識されます。次に、観察者には著しい倫理観の欠如が現れます。観察者は、的が実際には人間であることを知っていながら、すべて破壊されなければならないと考えるようになり、破壊する場合には、より高い点数を取ろうと執着するようになります。汚染の最終段階では、観察者の目に映る生物すべてがそれぞれに適した形の、的に見えるようになります。最終段階に至った観察者は非常に敵対的で危険であり、積極的に排除されるべきです。時折、SCP-312JP の収容室内から複数の人物が隊列を組んで歩くような音が聞こえると報告されています。いずれの場合も、収容室のすぐ外に設置された音声記録装置には何の音も記録されておらず、重量にも変化はありませんでした。付録 312JP-01 回収文書 312JP-A 回収文書 312JP-A 鈴木、少尉の個人指揮、党の中央作戦に従事、ポイ、交互役済み、日付のみ複写時にアラビア数字に変換。1944年10月21日、特別講義を終えた中村中尉殿と共に日島に上陸してから1ヶ月が経った。米兵の姿なし。特別講義の成果は未だ実感できず、特別講義といっても、ただ兵士の彫刻を見せられただけであったが、日野大尉は役に立つだろうと請け負った。1944年10月22日、やはり今日も戦闘はなし。
米兵たちがこの島に来たとして、自分に人が撃てるのであろうか。特別講義はそのためのものだったと聞いてはいるが、やはり効果は実感できず。1944年10月24日、米兵が上陸し、飛行場が制圧される。避難時、一時的に山岡分隊へと編入される。分隊は山へと避難したが、急いでいたため糧食を持たず、その夜、米軍の野営地に奇襲を決行。米兵どもは射撃訓練用の的にしか見えず、撃ち倒すのもたやすかった。中村中尉も同じだったようだ。特別講義は有効であったと言える。我らの分隊に損害なし。1944年10月25日、行軍途中、避難してきたであろう日島人たちと森で出会う。彼らもまた、敵のように見えた。敵ではないと分かってはいるが、彼らを撃ちたいという強烈な衝動に駆られた。1944年10月26日、補給が断たれたとの無線が、荒垣一等兵から部隊に伝えられる。米軍の攻勢も激しくなりつつある。我らの分隊は山から出ることができなくなった。1944年10月27日、比重、米兵の偵察部隊と遭遇。森の中で白と赤の的は目立ち、たやすく撃ち倒すことができた。中村中尉と点数を競い合う。彼は60点の成績を収めたが、自分は30点しか取ることができなかった。戦闘後、新城上等兵が倒れた的を漁り、物資を奪った。これでまた当分は戦えるだろう。1944年10月28日、偶然発見した米兵の野営地に夜襲をかける。米兵を側面から撃とうとしたが、的を横から見たような細い線にしか見えず苦労した。特別講義の欠点であろう。奇跡的にも我らの分隊に損害はなし。糧食や銃を奪い、再び森へと戻った。中村中尉、160点。自分、130点。1944年10月29日、時折、中村中尉を除く他の6名の分隊員が敵のように見える。空腹ゆえの幻覚だろうか。しかし、どうやら中村中尉も同じ症状に悩まされているらしい。彼らを撃ちたくてたまらない。中村中尉、0点。自分、0点。1944年10月30日、朝、目が覚めると6枚の的に囲まれていることに気づく。中村中尉と共に全て撃ち倒す。食料がなく、動物もいなかったため、仕方なくその的を食す。木のような味がしたが、不思議と食べづらくはなかった。中村中尉、70点。自分、90点。1944年10月31日、小さい的が何枚か、空を飛んでいるのを見る。地上の小さくすばしっこい的を撃ち、それを食べる。植物と中村中尉以外はすべて的に見える。すべて撃たなくては。そのために残された時間はあまりにも少ない。中村中尉、0点。自分、20点。1944年10月1日、昼に、複数の的で構成された分隊らしきものと遭遇す。もちろんすべて撃ち倒す。的の中の一枚は日本語を喋っていたような気がする。そのことについて中村中尉に尋ねたが、彼は否定した。中村中尉、90点。自分、50点。1944年10月2日、弾がつきそうだ。小さい的を探検で仕留め、中村中尉と共に食す。食事の間や脚飯を巻き直している最中など、彼は自分のことをおかしな目つきで見ていた。我々は狂いつつあるのだろうか。中村中尉、0点。自分、20点。1944年10月、日付は不明、朝、目が覚めると的が隣にあった。打ち倒した、自分、30点。1944年10月、日付は不明、的だ的しかない。中村中尉を見失ってしまった、自分、点。日時不明、池があった。そこに映った自分は、的だった。
た見に来てくださいね。ぜひチャンネル登録またはお気に入り登録をお願いしますですん。ですんですん。